スプーン一杯の幸せは、ポエムエッセイ、小説を集めた、落合稽古の小説のシリーズ。1973年から3年間、小電車、ノンブックより6冊のシリーズが刊行された。及び、同作を原作とし、1975年に制作、公開された日本映画。すべてのシリーズのブックカバーには、当時の人気女性アイドル歌手による推薦文が掲載された。 小竹、サンミュージック提携作品。当時のトップアイドル、桜田淳子の映画主演第1回作品。ロケ地には、上野駅前、忍ばず池、京浜女子大学、連大寺駅、色尾崎などが使用された。企画段階では、相手役は、黒沢俊夫ではなく夏木洋介だった。監督は、広瀬長。桜田淳子の誕生日である4月14日に合わせ、 1975年の同日、ファン1500人を集めて小畜大船撮影所で花見の交換会が開かれた。思い出の片隅に1975年をはじめの段階では、郷ひろみ主演者で、スプーン一杯の幸せと合わせ、歌手主演による青春ものに本立てが企画されていたが、里のスケジュールが調整ができず変更された。里が中村にスライドしたのか、 企画そのものが変更されたのかはわからない。ありがとうございます。